アリ TV の浜智美です。今こちらの部屋ではマイクロアプリケーションコンテストの審査が行われています。世界の切符を手にする学校は一体どこになるんでしょうか。そう、この夏仙台を舞台に学生を対象としたアプリコンテスト世界大会が開催されます。この日仙台では世界への切符を求め学生たちが熱いプレゼンを行いました。非常に完成度が高いと思います。本当に商品にすぐなるんじゃないかなと思ってますので、期待しています。頑張ってください。宮城県仙台市、ここは東北大学を中心にMEMSデバイスの研究のメッカとして世界的に知られています。MEMSとは電子回路や各種センサー、機械部分などを一つの基板の上に集積したデバイスを言います。私たちの身の回りの製品にも多く使われ、例えばビデオカメラの手ブレ補正機能に、他にはスマートフォンのセンサーなど幅広く利用されています。東北大学片平キャンパス、ここでコンテストの国内予選が行われました。参加したのは全国から集まった高校生以上10チーム。テーマは防災減災。アイデアの詰まったアプリを発表します。アイデア、見た目はシンプルすぎるですが、実用性では負けてないと思います。頑張ります。いや、昨年世界2位という素晴らしい成績を残した先輩方に負けないよう世界一を目指して制作したつもりなので自信はあります。先輩のチームを出場したんですけども、ちょっとまあ残念な結果になってしまったということで、今年はその雪辱を晴らしに京都からやってきました。いよいよコンテスト本番です。それぞれ工夫を凝らしたプレゼンが始まりましたが、それでは京都大学 TBAG のパラメリックグローブについて説明させていただきます。おい、寺島、どうした？脈がない。そう、これも演出の一つ。いかに分かりやすく伝えることができるかも評価の対象です。京都大学 TBT が開発したのは救急救命グローブ。心臓マッサージをすることに慣れていない人でも、この手袋をはめれば最適なテンポ、深さ、姿勢を教えてくれます。非常に分かりやすいプレゼンテーションと、なぜこれをやったかというところもデータをしっかりと調べられて、やられているのに非常に感銘を受けました。まず東北大学 C4 は地震発生時に本の落下を防ぐことができるセーブブックを開発しました。これを元の状態に戻すときにこの状態になって、昨夜までうまくいったんですけれどもう今はちょっと運搬しているので壊れてしまいました。京都大学 TBT2 が開発したのは全自動火災検知通報機カボー君。全自動で火災の煙を検知して消防に通報、被害状況をアップロードし素早い消火活動のサポートをしてくれます。本当に商品にすぐなるんじゃないかなと思ってますので、期待してます。頑張ってください。10チームそれぞれが役に立つ大人顔負けのアイデアを披露しました。福島県立郡山北工業高等学校、前回の世界大会で2位という成績を収めています。震災の経験を生かし開発したのは、防災や防犯に幅広く対応することができるホームセキュリティロボ、プロロボ。日常生活で起こりうる様々な災害から家族や大切な人を守るためにはどうしたらよいのでしょうか。先生、素晴らしいですね。着眼点がいいし、一番気に入ったのはやっぱり多目的。
かですか、今日のプレゼンを聞いて。今回その防災とか減災が一つテーマだったんですけども、すぐにでも役に立つようなものがいくつかあったんじゃないかなと思います。やはり自分が作ったもの、考えたものをその一般の方にできるだけ分かりやすく知ってもらうためのプレゼンだと思うんですよね。で、みんな頑張って工夫して、例えば劇とかもやったりとかしてうまくできてたと思うし、デモンストレーションの中に入れていかに分かりやすく伝えるかっていうのを工夫してて、いいプレゼンだったんじゃないかなと思いますけども、はい、見事予選1位となったのは前回に続き郡山北工業高等学校。今回で国内予選3連覇を果たしました。やはり東日本大震災を経験してあの時の悲しい思い出などを少しでも和らげることができないだろうか、また日常的に起こっているさまざまな災害から家族や大切な人を守りたい、そういった気持ちがあの体験から生まれたのでこのロボットを開発しました。これがスタートラインだと考えているので、これから世界一に向けてもっとどんどん改良していきたいと思っています。